我慢してたらいいことがあるって誰かの迷信ね。私はずっともっと私でいたいからいい。あなたの前くらいだけはそう。ちっちゃな狼になれるみたい。時々は壊れそう。ああそれでもぐるりと腕回して自然と一つになる。してしまったのにも私も何もかも思い出だとか人間が消えても残っていけるのかな。次は、はい、僕と竹山さんでそれぞれあのエールの交換みたいなもんですけど、まあ、それぞれの曲を、ちょっとやりますかということ で、まあ、その中でシングルにはなってないんですけれども、まあ、それこそあの CM ソングでおなじみになった、はい、さよならありがとうという曲をね、はい、やりたいですね、はい、やりたいですというか僕が選びました。あ、そうですね、僕が選びました。聞いてください。さよならありがとう。
百八つ結んだら今年はせめていじめないままエコ引きした道を折れて猫背がちに思い出ほどく二度とない決め事さよならありがとうまた少しだけ君のこと無断で好きになったけど指折り まずは今回の、まあ、こういう形で2人でね、はい、あのプロデュースワークをして1個のライブができたというのはなかなかね、そうですね、楽しかったというか、でみんなあの僕と小林くんは仲が悪いんじゃないかっていうふうに思ってた人もいるみたいなんだけど、それこそね怖い業界だと、うん、象徴のように
30年近く前、もう25年以上前に2人でこうツインキーボードでやってた時期もあったしね。アマチュアとプロの境がなんかあんまりまだないような頃に僕はそう出会って、あの、まあ、先輩だったって感じなんですけどね。でもこうやって 何十年か経ってまたこうやって一緒にステージできるって不思議ですよね。いや本当に ね、 あのね、ここからはじゃあ今度は僕のブロックってことで、はい、あのさっき小林君が僕の曲を弾いてくれたのでお返しと言っちゃなんですが、ね、退席します、ね、じゃあ小林君の曲を弾きたいと思います。さよなら。さよなら。知らなくてもいい、知らない。
ほんのか照れ隠し二人で歩こうと決めた川ではないけどいつの間にここにいつの次にお送りする曲なんですが、はい、これは本当にピアノと歌でやるのは結構大変だなと思って、はい、ちょっと選んだ後に後悔したんですが、難易度トリプル A ですよね、ね、ただすごく、はい、まあ、僕にとっても2人にとってもね、すごく思い出深い曲で、とにかく出会って最初に作った曲なんですね、これが。そうなんです。じゃあ、まあ、今日はちょっとね、皆さんの思い出の曲を、はい、